まさしです。大輝です。ナミです。ダダジュです。リーダー、はい、社会復帰おめでとうございます。やばー、長かったな。長かった、うん、ようやくシャバに出れたね。ようやくいろいろ諸事情がありまして、うん、動画も撮影も休んで、やっとこうやってみんなに苦悩を乗り越えて苦悩を乗り越えだな。苦悩を乗り越えました。こうやって社会に復帰できて本当に良かったと思います。皆さんのおかげです。ありがとうございます。じゃあ俺の会期祝いということで、じゃあいただきます。じゃあ大輝さん、長い付き合いなんで、だから大輝さんから本当もらってもいいですか。わかりました。リーダー、はい、会期祝いおめでとうございます。ありがとうございます。ではリーダーの会期を祝しまして、絶対リーダー乾杯。乾杯。ありがとうございます。あ、ありがとうございますありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ心気なく来てください。あ、すみません。心気なく。あの自分で用意したもんだろうけども。どうぞどうぞ来てください。じゃあまずしみったれた話もあるなんで、まず楽しんでいきましょう。えい、うわ。もう一回改めて。乾杯。乾杯。よし。ラーメン食いに行かねえか。ちょっと足りねえ。足りねえね。うん。だな。この前言ってた。うん、ラーメン食いに行くね。いや、これがラーメン食いに行きます。じゃあ、移動だす。お、よし、いいっす。おー、よし、あ、車で行くの。うん、今日はドライブするね。うん、監督が監督運転するね。今来るか。うん、今来る。うん、だ、はい、じゃあ、監督すみません、なんとかお願いします。お願いします。運転した、なんとかコンビニ頼むっす。はい。酒切れだっす。はい。酒切れだっす。はったって。この格好。行くでしょ。中には入らんよ、これ。え？うん？俺は行くよ。俺も行くよ。え、これ今ガチ？ガチ。じゃない。バカでしょ。ガチ。ガチ。大丈夫だよ。大丈夫だ。何もな、な、変な目で見られるだけで、うん、捕まりもしねえし、うん、何も問題はないと思う、うん、ハロウィンかな。今固定で監督のカメラでダメですか。いいよ、いいんじゃない。あ、でまた送ってもらえばいい、うん、横取りでダメ。はい、あ、目の前よ。ああ、ちょっとくらい大丈夫。大丈夫、めっちゃ見てたし。いいよ、いいよ、いいよ。大丈夫、いける、いける。何でここら辺に行くか。あいつ、一番やべえよ。ということで、コンビニが先買ってきました。よし。ちっちゃいと思うんだよ。飲み切りサイズだから。だった。それだま。あ、いけるから。リア、今日秘密兵器も来たね。これあるね。あげるね。ちょっと波持って。あた。自分の車で当たるよ。投げる。ちょっと開けるね。入れるね。すげえ。足りなかったの。あ、足りなかった。ちょうどいいと。だな。大気ともない。はい、これ持ってきたね。やべえだ。炭酸水メーカー。そう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 。ガチやん。ガチで。え、これさ、揺れながらとかや。うん。
ダメなんじゃないか、水平のとこじゃなきゃダメとこ。大丈夫、いけるよ。おめ持ってればいい。俺持ってんの、さあの、これで、あの、100% ハイボール作ろうと思って。あの、ウイスキーに炭酸を入れる。そう、かの有名な 100% ハイボール。そう、 100% ハイボール、しかも、飲車中やってるわ。飲車中で、家とかじゃねえよ、車の中って。車の中で 100% ハイボール。リーダー、まずや、問題がある。なんだ、重いです。なんだ、じゃあ早くやってあげよう。そういうこと、やらないって選択肢はないの。な、俺は今日これを楽しみに行ってきた。重い、もう。よし、いきます。ジョワってなってる。すげえ。どこまで？おお、大丈夫か？うん。重いんですけど。で、これ取るじゃん。で、一回ここ上げて、ここ、まあ、その前に一回振るんだったの。ああ、で割って、かくはんして、かくはんして。入ってる。で、ここ。うわ、すげえ。ほら、すげえ。おスパークリング 100% ハイボールや。すげえ。いただきます。炭酸、炭酸、ただコンビニのウイスキー冷やしてねえじゃん。これが冷えてればバチクソめえだ。すげえ。いただきます。すげえ。現役で炭酸だ。現役で炭酸だよね。すげえ、すげえ。匂いやべえ。新感覚。入るんだろ、さっきの瓶。はい、あ、そして曲すから。絶対曲す。曲さねえから。絶対曲す。これ、あれ借り物だからよ。監督すいません、ちょっと徐行で、徐行でお願いします。あー、ガタガタしてる。ごめんごめん、ドローありね。だっ頼む、徐行するから。それから脇に止めてける。頼む、止めるポイント過ぎだな。大地食わねえがなんだよ。そういう時に限ってはプレミアム醤油豚骨食いてんだよって監督が言ってた。うん、で、監督はや、こういうことも言ったんだよ。プレッション。言ってねえよ。プレッション。略した。もう俺の体はもうプレミアムだ。うん。で、監督が言ってた。
うん、な監督、プレミアム賞って言った。